バッグと入院バッグの中身紹介していきます。よし、やっていこう。はい。まずはじめに服。服2枚、これ。レッグウォーマーを1足。こんなやつ。まあ、冬やからね。そう、冷えたらお産進まへんからっていうので1足用意と、あとはジャックアーツソックス。足いる？いる、むくむから。ゾウの足になるからこれはまあ1足持っていくのと、あとはこの下着類、ここに入ってるやつを4日分一応。入院が4日やから4日分この中に入れた。お風呂用品を紹介します。まずこの中にバスタオル2枚とフェイスタオル3枚入れてます。バスタオルは2枚でいいって書いとって、フェイスタオルはちょっと多めに持っていったら無難かなと思って3枚多めに入れてます。で、いつものこれか、洗顔、洗顔のグレージュっていう洗顔クレンジングバームを持っていくのと、あとはこのキュレルの化粧水と保湿乳液保湿ジェルを持っていく。あとはこのヘアオイル、髪バシバシなるからヘアオイルを持っていくのと、でこの中にいつもの使ってるシャンプーとかボディーソープ、トリートメントを入れていきます。まあ必要なクッシュと歯ブラシと普通のヘアアイロンを一つ持っていってって感じ。お風呂用品はこんな感じかな。まずゴミ袋必須やな。ゴミ袋をまあ4つぐらい入れてるのかな、この中に。でこの骨盤ベルト、これはサイン指定で持ってきてくださいって言われたビジョンの骨盤ベルトが一つで、まあ、ご飯食べるのにお箸がいるからお箸4日分と、でコップ、マグカップと、まあ箱ティッシュ一つ持ってくださいって言われたんで、箱ティッシュを一つと、あとは母乳パッド、うん、まあ、これもなんかいるって言われたから4日分一応入ってる、使うか分からんけど。でこの予備のタオルを3枚一応入れてる。普通のハンカチやだから、うん、ハンカチ、普通のこのハンカチを3枚予備で入れてる、一応何かあった時用に。何かあった時、まあ、手袋にしろ、ミルクあげる時にしろ、あ、なんか吐き戻した時とかでも使えるかなと思って、とりあえず3つ入れてる。3つ。でなんかみんなどの動画でも言ってたから一応延長コード、うん、なんか他の動画ではそのベッドからそのコンセントが遠い、位置が遠いかもしれんから一応持って行っていた方がいいよみたいなんで1つと、あとはまあ入院じゃなかったら S 字フックはまあ必須やわ。 S 字フックはそのベッド柵にS 字かけてすぐ取り出せれるように、ゴミ袋とかちっちゃいカバンでもいいし、うん、それをかけれるようにまあ必須。とあとはこの赤ちゃんの爪切り、いるん？生まれた時からその爪がもう伸びてるから、へー、一角ね自分でだからそれでいるって言ってたのと、まあ、あとエコバッグ一応、まあ、なんか袋、お風呂さ行く時とかさ、ああ、なんか持っていく、この中に入れたりとか、まあ何かしら必要かもしれんから。でも、まあ、一応マスク、コロナなんで病院はまだマスク必要なんで、マスクの予備と、でこれなんかあのちっちゃいポーチ、小銭入るような小銭入れのポーチ、自販機は外にしかないね。外にしかないの？そう、病院内にないからお財布だけ持っていくよりも小銭があったらまあ楽やな思って、まあそんぐらい小物は。あとはこの赤ちゃんの退院の服、短肌着、長肌着2枚と、じゃコンビ肌着か、ガーゼとこのモコモコの羊のショーン、かわいいやつ、冬やからこれを持っていきます。でまだここにはないけどおくるみを親戚からもらえるから、これの中におくるみと
あとは飲み物を、まあ病院で出えへんらしいから、お茶が、うんうん、ペットボトルをまあ5、6本ぐらい持っていっといて、あとはお菓子、お菓子、お菓子大事、お菓子大事、お菓子とかゼリーとかを持っていこうかなと思ってます。紹介したのは入院バッグの中身で、今から陣痛バッグも紹介していきます。じゃあ何がちゃう、陣痛と入院と。陣痛バッグはその病院についてすぐ使うもの、陣痛中に使うものを、まあ、この中に陣痛バッグ一つでまとめて、入院バッグはその入院中、生まれてから退院までに使うものを入院バッグとして持っていく。まず最初にこのスリッパ、病院内、病室内とか歩くスリッパを1足で、まあ、足むくむやろうし、靴下履くからちょっと大きめの、うん、それと、まあ、大事な母子手帳、母子手帳とか、あと書類ケースの他もろもろをこのかわいいミンフィーの母子手帳ケースに入れて持っていきます。さっきの入院バッグにも入っとってんけど、一応こっちにもフェイスタオル、陣痛中あったら落ち着くかなって思って、まあ、1枚持っていく。あとはマスク、まあ、3枚もいらんねんけど、こっちに一応マスク、まあ、履いた時用とかに、陣痛中に履く人もおるらしいから、わからんから、まあ一応3枚すぐ取り出せるように入れていきます。で、これはまあ充電器、まあまあ必須やわな、これは。と、持ち銃で、あとはこのご飯食べてる時とかに動画見たり、まあ入院中やから、そのテレビ電話とかビデオ電話する時に便利かなと思って、一応スマホスタンド、抱っこしながらご飯食べるにしても楽やし、だから1個持っていきます。で、まあ普通に財布、いつもの財布と、ただ髪の毛をその短く切る予定がないから、このシュシュとヘアピン1個だけ、いつも使ってるやつをこれ持っていきます。あとはこれ、他の人の動画を見て、このストロー、シリコンストロー、ペットボトルキャップ、ペットボトルにつけて、その寝転びながらでも飲めるように、鎮痛中度良くなったまま飲めるように、まあ、こぼれへんようにこのストローキャップを、まあ、1個持っていっときます。で、このポーチにいろいろこまごましたものを入れていくやけど、まずこの筆記用具、鉛筆とシャーペンとボールペンと、このなんか修正テープを一応持っていく。あと消しゴムと、この消しゴムを持っていくのと、あとはこの タオルとハンカチとこの除菌シート、ちっちゃいのを持っていきます。で、ちっちゃい鏡とこの普通の折りたたみのくじも一応こっちにいつも通り入れといて、じゃあこのリップクリームと、これはピュアレーンって言って、そのおっぱいあげるときにその切れたりするらしいから、乾燥して、これは病院で持ってきてくださいって言われとったやつやから、まあ、1個ちっちゃいの試し買いで1個持っていきます。あとは最後、このハンコ、ハンコも持っていって、この中に入れて、この1つにまとめて持っていきます。以上でこのバッグの中身紹介を終わります。あとは近くなったら、11月出産間近になったら、食べ物と飲み物と、あとまだ買ってないその生理用の夜用ナプキンを買って、そのカバンに入れて持っていきたいと思います。動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。では、またいつか。でした。